こう4人で今回演奏されてみて、今ここに一緒に立ってるのちょっと申し訳ないなってそんなの思って、すごいかっこよかったです。はい、すごいかっこいいですよね。なんかその中に輪の中に加わってるわけじゃないですか。本当すいませんポンと背中を押されている感じがしますが、松岡さんに気合を入れてもらったというか、はい、一緒に四捨物の皆さんが毎回さっきも一緒に参加させてもらったのですが、はい、本番前ですか、ね、はい、気合入れをやっていまして、みんなでライブの前とか緊張をほぐすためにこう背中をしばくっていうのをやってしまう、はい、すごい言葉が出ましたね。それでちょっと仲間に変わっていただきました。でもいつもみんなではあのすごい結構本気でバシッと音が鳴るまでやってるんですけど、さすがに広瀬さんの背中をそんな本気で叩くわけにはいかなかった。なんかあったらちょっとね、そうそうそう、なんか確かにない、申し訳ないんですかね、ここでやってもらおうとするといやでも本当にたまにパキッて鳴るんですよ。そうですね、あのいい音が鳴りますね。あの聞かせて、はい、じゃ あのいつもの感じでいきます。ああかなり気合い注入ですね。これは広瀬さんにやってくれてます。そうだね、意外と上手なんで私でも今の音は広瀬さんもちょっとびっくりするぐらいな、なんか、うん、私がやっていただいてたのは、うん、ふわっていう優しいしばきだったのでこれが本物かと思います。これが本物だそうです。こうすごくこう私たち4人そしてあの1000人 あの高校生の皆さんと本当に一つになれたなっていう、この今あの見た皆さんがこう歌ってくれてる瞬間とかもすごくこう演奏しながらこう感動的でこうすごい胸がいっぱいになりました。初めてのこういった場は緊張しました。ちょっと緊張しますね演奏が終わったのでちょっとほっとしました。笑顔いただきました。ありがとうございます。本日のゲスト広瀬すずさん、ししゃもの皆さんでした。ありがとうございます。